新しい学校のリーダーズの大人ブルーが大人気の理由とは？新しい学校のリーダーズの静かって人年中スタ出してますけど、新しい学校のリーダーズこれの一体どこがいいの？最近新しい学校のリーダーズのゴリ押しがうざいなぁと感じます。新しい学校のリーダーズって個性ではみ出すとか言いながら、新しい学校のリーダーズのダンスの中に歌詞で欲しいん、視聴者の皆さんこんにちは。今回は新しい学校のリーダーズの魅力についてお話ししましょう。皆さんもご存知の通り、このグループは最近大きな注目を浴びていますが、その理由を知っていますか？まずは彼らの大人ブルーがなぜバズったのかを考えてみましょう。新しい学校のリーダーズの静香さんはいつも舌を出している姿が特徴的ですよね。この子の仕草が視聴者の目を引き話題となったのです。さらに彼らの曲やパフォーマンスには魅力的な要素がたくさん詰まっています。新しい学校のリーダーズのダンスはエネルギッシュで視聴者を魅了します。また歌詞には欲しいんというフレーズがあり、聞く者に共感を呼び起こします。最近新しい学校のリーダーズへの注目が増えている一方で、そのゴリ押しに疑問を抱く方もいらっしゃるかもしれません。しかし彼らのコナスタイルと独自の音楽性は多くの人々に刺激を与え魅了しているのです。皆さんもぜひ新しい学校のリーダーズの魅力に触れてみてください。そのパフォーマンスや曲には興味を引く要素と情報提供の価値がたくさん詰まっています。彼らの世界に触れることで、新たな視点を得ることができるかもしれません。以上、新しい学校のリーダーズの魅力についてお伝えしました。引き続き、彼らの活動に注目していきましょう。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。